M106 は、両剣座にある、渦巻き銀河である。1947年に、ヘレンソーアホックによって、M105、M107 ともにメシエカタログに加えられた。渦巻きの中で青く光る部分は、星の生成が活発に行われている部分である。 1950年代以来電波源が見出されており、1995年には国立天文台の米山宇宙電波観測所の45メートル宇宙電波望遠鏡やアメリカ国立電波天文台の超長期戦アレイによる観測で中心部に太陽の3600万倍もの質量を持つ超大質量ブラックホールの候補天体が発見された。 1981年3月に超新星 SA の 1981K が出現。2014年5月20日には SN2014 ビット C が発見された。双眼鏡でかすかな円形に見える。口径8センチメートルの望遠鏡で南の方がややはっきりとした楕円であることがわかる。口径10センチメートルで空の条件が良い時に中心部の角と2本の腕が見えてくる。 小口径でこうした銀河の構造が見られる対象は少ない。口径20センチメートルでは腕の構造もよりはっきり見えてくる。1781年7月にピエール・メシャンが発見した。メシャンは1781年7月私は大熊座に近い両県三番星の一度ばかり南でもう一つの星雲を発見したと記している。 当初はカタログに収められていなかったためメジャーの発見は世に知られず、1788年3月9日にウィリアム・ハーシェルによって独立発見されている。ハーシェルはかなり大きく核は輝くとした。ありがとうございます。